どうも、小田原出身の阿藤海です、小田原ふるさと大使をやっておりまして、でですよ、小田原出身の青坊主というバンドがなんと15年を経つというんですね。私を思い出すに、うずらというなんか着ぐるみみたいに着されてね、プロモーションビデオを撮ったのを思い出しました。今度15年経ったらですね、第2段階としてですよ、新しいレーベルでやっていくというんで、きっと青坊主の世界がもっともっと広がっていくんだろうと思います。ぜひ頑張っていただけたらいいかなと思います。なんか第2弾の1段目がですね、1段目の曲が降車ボタンを押すとか押さないとかって言うんですよ。あなただったらどうですか、降車ボタンを押しますかね。押さないと降りれないです。押す人がいるかな。いや、そんなことはどうでもいいんです。この新曲をですね、ぜひ聴いていただけたらと思います。たもともにですね、小田原出身のバンドです。どうぞ温く見守ってやってください。青坊主です。私、阿藤海です。ともによろしくお願いします。